オーラこんにちは。ブラジル在住のひろみです。皆様新年のご挨拶が遅れましたが、今年も昨年に続きひろみ .com ブラジルをどうぞよろしくお願いいたします。さて2021年最初の回は、日本の伝統文化の一つである着物についてお話ししたいと思います。なぜ着物かというと、日本では木曽はじめという江戸時代からの験担ぎがあります。木曽はじめというのは、お正月三が日の中で日を決めて新しい衣服を身につける、またその儀式のことを言います。ブラジルでも大晦日、年を越す時に新しい下着を身につけますよね。それと同じことです。新しい年にふさわしく着物を新調するという習慣に由来して、お正月に着物を着るというのは伝統的で、運気の上がる、とても縁起の良いことと言われています。着物や帯にはおめでたい柄、伝統的な模様、季節ごとの植物、動物が書かれています。今回は皆さんにも馴染み深い鳥、縁起の良い鳥にまつわる文様を少しだけご紹介したいと思います。鳥獣の象徴である鶴。鶴は千年も生きる鳥と言われ、現代の日本でも鳥獣の象徴として描かれているからです。一回結ばれると夫婦として一生を添い遂げるという鳥でもあるため、結婚式用の着物としてもふさわしい柄です。折り紙の鶴はブラジルでもご存知の方は多いと思います。鶴にはこのような意味があったのですね。また折り紙の鶴は色や数によって意味が変わってくるので、それについてはまたおいおいとお話ししたいと思います。風情豊かなウサギ。水鳥であるウサギは長い足、長いくちばしが特徴の、ほっそりとした姿が美しい鳥で、鶴に似た姿をしています。ウサギは試験合格の意味を連想させるため、縁起の良い柄とされています。また旅立つ人が幸福でありますようにという意味も持っているそうですよ。鮮やかな飾り羽を持つクジャク。美しい羽を持つクジャクは災厄を取り除き繁栄を象徴する柄と言われています。クジャクは毒蛇や害虫を食べるほど生命力が高いので、邪気を払うと信仰されてきた鳥です。また繁殖力も強いため、子孫繁栄の意味を持つ鳥でもあります。皆さんいかがでしたか？身につけるもので運気を良くしたいという気持ちがあるのはブラジルも日本も一緒ですね。2021年はこのクジャクの力で罪悪がなくなりますよう、そして皆様の健康を心からお祈りしています。それではまた。チャオ。